5番地に本部を置いていた日本の公立大学である。1967年に設置され、1990年に廃止された。大学の略称は静岡女子大。静岡女子大学は1967年に新設された大学である。静岡県により設置、運営される公立大学であり、静岡県静岡市にキャンパスを設置していた。その後、同じく静岡県により設置、運営される静岡薬科大学及び静岡女子短期大学と統合されることになり、1987年に静岡県立大学が発足した。静岡女子大学には文学部と家政学部の2学部が設置されていた。文学部においては国文学科と英文学科の2学科が置かれていた。また、家政学部においては食物学科と被覆学科の2学科が置かれていた。静岡薬科大学及び静岡女子短期大学との統合に際して組織構成は大きく変わっており、静岡県立大学の組織と完全に1対1で対応しているわけではないが、おおむね文学部の系譜は、静岡県立大学の国際関係学部に引き継がれており、家政学部の系譜は同じく食品栄養科学部に引き継がれている。静岡女子大学は、静岡女子短期大学における教育、研究の蓄積を母体として発足した。静岡女子短期大学は、1951年に開学した公立短期大学であり、静岡県静岡市にキャンパスを設置していた。しかし、1967年に静岡女子大学が静岡市にて開学することになったため、静岡女子短期大学は静岡市から浜松市に移転し、両社はそのまま並行して存続した。その後、静岡女子大学は、静岡薬科大学及び静岡女子短期大学と統合されることになり、1987年に静岡県立大学が発足した。なお、在学生が卒業するまでの間、静岡女子大学は静岡県立大学と並行して存続していた。在学生の卒業に伴い、静岡女子大学は1990年に閉学した。静岡女子大学と静岡県立大学が並存している谷田キャンパスの航空写真。静岡県立大学の新校舎が建設中である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成校章は茶の木の花を図案化したものである。静岡女子短期大学と同一の図案を使用している。静岡女子短期大学家政科被覆専攻の学生によりデザインされた。学部静岡県立大学の同窓会は、学部や前進校など関連する組織ごとにそれぞれ設置されている。そのうち、静岡女子大学の同窓会については、静岡女子短期大学と合同で、大鳥会と称し、活動を行っている。解測によれば、静岡女子短期大学または、静岡女子大学を卒業した者または、中途退学者で希望した者を、正会員とし、両校に在籍した職員を、客員会員とすると定められている。また、2006年に、静岡県立大学連合学友会として、羽ばたきの会が設立され、大鳥会をはじめとする、各同窓会組織の上部組織と位置づけられた。在学生、卒業生、教職員の交流を図るため種々の活動を実施するとともに、大学の発展を目指し寄付を募っている。大学関係者の一覧は、後ろ見である、静岡県立大学の一覧と同一のページに掲載している。ありがとうございます。